エンダムカン・エヌグワスーはアメリカ合衆国オレゴン州ポートランド出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはディフェンシブタックル。NFL のタンパベイバッカニャーズに所属。NFL ジャパンではダムコングスーと表記されているが正確な発音はインダー・マキンスーに近い。子供の頃はティエリアンリに憧れてサッカーをしていた。ネブラスカ大学の有望株として 2010年の NFL ドラフトで一巡全体2位でデトロイトライオンズから指名され同年8月に5年契約を結んだ1年目より49タックル10サック1インターセプトを上げる活躍を見せ守備部門のルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞するとともにオールプロに選出されプロボールにも出場した2011年11月24日の感謝祭の日に行われた グリーンベイパッカーズ戦で、パッカーズのオフェンスラインマン、エヴァンディ・トリヒスミスを3回地面に倒した後、腕を踏みつけた。いずれのプレーでもホイッスルが鳴った後の行為であり、アンネササリーラフネスの反則を取られ、第3球に退場処分を受けた。11月29日に、NFL から2試合の出場停止処分を受けた。スーは、この処分に、異議申し立てを行ったが、却下された。 この決定を下す際、NFL は、元オークランドレーダースのヘッドコーチ、アートシェルからヒアリングを行った。この年4サック、26タックルを挙げて、プロボールの補欠に選ばれた。2012年11月22日、ヒューストンテキサンズとのサンクスギビングゲームでマット勝負の足の付け根を蹴り、3万ドルの罰金を課された。この年先発15試合を含む、 全16試合に出場し、8サック、25タックルを挙げた。2013年、第1週のミネソタ・バイキングス戦で、ジョン・サリバンにロータックルを行い、パーソナルファウルを取られ、ディアンドレ・リービーのインターセプト・リターン・ TD が取り消された。このプレイで10万ドルの罰金を課された。第6週のクリーブランド・ブラウンズ戦で、 ブランドン・ウィーデンにタックルしたプレーでは反則のコールはされなかったが、その後 NFL から3万1500ドルの罰金を課された。11月28日のサンクスギビングデーゲームでは、マット・フリンをエンドゾーン内でサックしてセーフティを上げた。11月29日にタンパベイバッカニアーズ戦で行ったジェスチャーに対して7875ドルの罰金が課された。 2014年は53タックル、8.5サックを挙げた。第17週のグリーンベイパッカーズ戦では、プレイ終了後に、アーロン・ロジャースの足を踏みつけて、危険なプレーとして、1試合の出場停止処分を受けた。その後、異議申し立てを行い、罰金処分のみとなり出場停止は取り消された。出場停止処分が取り消された、ダラスカウ・ボーイズとのワイルドカードプレーオフでは、 トニー・ロモを2回サック、彼を中心としたディフェンスラインはこの年、NFL リーディングラッシャーとなったデマルコ・マレーのランを75ヤードに抑えた。この年、オールプルファーストチームに選ばれた。2015年3月11日、NFL の守備選手として、史上最高額になる6年1億1400万ドルで、マイアミドルフィンズと契約した。この年、第2週の試合後に、 スーが守備コーディネーター、ケビン・コイルのプレイコールに従っていないことが判明した。この年は、レギュラーシーズン全試合に先発し、61タックル6つのサックを上げ、NFL トップ100プレイヤーの40位にランクインした。2016年、スーは16試合72タックル5サックを上げ、NFL トップ百プレイーヤーの十五位にランクインした。二千十七年、 第8週のサーズデイナイトフットボールのボルチモア・レイブンズ戦では2回のアンネセサリー・ラフネスの反則を取られた。そのうちの一つはライアン・マレットにチョークを仕掛けたというものだった。本人は自己防衛だと主張している。この年は48タックル、4.5サック、2つのファンブルホースという成績を残し、NFL トップ100プレイヤーの61位にランクインした。 2018年3月14日、チームのサラリーキャップ確保のため、ドルフィンズから放出された。2018年3月26日に、ロサンゼルスラムズと1年1億4000万ドルで契約した。このシーズンは59タックル、4.5サックを挙げた。ラムズはこのシーズン13勝を挙げ、NFC の2番シードを獲得した。ダラスカウボーイズとのディビジョナルプレーオフでは、 4タックルを記録した。NFC チャンピオンシップゲームのニューオーリンズ・セインツ戦では4タックルと1.5サックを記録した。ラムズは延長戦の末勝利を収め、自身初のスーパーボール進出となった。ニューイングランド・ペートリオッツと対戦した第53回、スーパーボールでは2つのタックルを挙げたが、チームは3から13で敗れた。チームはスーとの契約を延長せず、 ラムズを退団することとなった。2019年5月23日にタンパベイ・バッカニャーズと1年契約を結んだ。第4週、フルスとの対戦となったラムズ戦では、ジャレット・ゴフがサックされファンブルしたボールを拾い、37ヤードのタッチダウンを上げた。これがキャリア2回目のタッチダウンとなった。チームも55から40で勝利した。 第12週のアトランタ・ファルコンズ戦でも、マット・ライアンがサックされファンブルしたボールで、リターンタッチダウンし、キャリア3回目のタッチダウンとなった。チームは35から22で勝利した。2020年、チームは11勝を挙げ、ワイルドカードで、プレーオフに進出、ポストシーズンも勝ち上がり、第55回スーパーボールにも出場した。カンザス・シティ・チーフスと対戦したスーパーボールでは、 相手 QB、パトリック・マホームズにサックを浴びせた。チームも31から9で勝利し、スーパーボール制覇を達成した。父はカメルーン出身で、セミプロのサッカー選手としてドイツでプレー母はジャマイカ出身で、小学校の教師。カメルーンの言語で、エンダムカンという名前は、ハウス・オブ・スピアーズという意味であり、彼の祖祖父も同盟。 2010年4月17日、母校ネブラスカ大学に260万ドルの寄付を行うことを発表した。度重なる試合中の危険行為により、2011年、米市スポーティングニュースが各チーム関係者へのアンケートをもとに選んだ、最もダーティーな選手で1位に選ばれた。また、2012年には、ホーブス氏が発表した全米の嫌いなアスリートで4位に入ったこともある。 ありがとうございます。